皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸博士のカラオケレッスンへようこそ。今回は服部博子さんの鏡の花、昭和歌謡の雰囲気を持った一曲なんですけれども、94というテンポがもう私には辛いです。あっちこっちとねミスをしながらになると思いますが、よろしくお願いします。楽譜の3段目の頭までです。忘れられない人がいて、踏み出せないと笑ってた。あなたの背中追いかけて、私じゃダメですか。はい、最初が半拍休んで、忘れられない人がいて、最後の不安定ですね。私もなんかちょっと決まりが悪いんですけども、最初忘れ、2番は忘れちゃいけない人ならば、一文字多いんですね。そのためにいきなり一拍目から出ています。1番は半拍休み、忘れられない人だいて、間違えそうになりました。忘れられない人がいて、手の音気をつけましょう。ついでにその次、踏み出せないと笑ってた、踏み出せないと、臨時記号ね、せないと、その次は小さなつを、音を飛ばす感じ、笑ってた。2番は構わない、小さなつ、音を飛ばして服部さんが歌っています。はい、踏み出せないと笑ってた。では1段目歌いましょうか。1、2、3、4、忘れられない人がいて、踏み出せないと笑ってた。あなたの背中追いかけて、私じゃダメですか。はい、それでは1段目の終わりに戻って、あなあなあなたの、その次も背中、同じようなね、高さは違っても音符の組み合わせが、あなたの背中、次は一拍目から追いかけて、追いかけて、そう、また臨時記号ですね。追いかけて、出てきましたよ。これ要注意ですね。けと同じ高さで手を歌いましょう。けてけて、おし、同じですね。けて追いかけて、確実に手の音、下で歌って、てと。はい、
また上がって私じゃダメですか。私じゃダメですか。すが拳ですね。はい、これ一息でねずっと歌うところなんですけども、服部さんの CD を聞きますとね、私じゃダメじゃのところでブレスの音が聞こえるんですよね。まあ我々はそれやってると後がリズムを狂わせてしまいますので、もう普通に一節で私の和の前でしっかり息を継ぎましょうよ。はい、ワン、ツー、スリー。私じゃダメですか。じゃあ一段目の終わりから、ちょっと長かったんですがね、あな、はい、笑ってたあなたの背中追いかけて、私じゃダメですか。あー低い音出ますけどね。さあそれでは前半を仕上げたいと思います。またまた私がね指がもつれる。忘れられない人がいて踏み出せないと笑ってたあなたの背中追いかけて、私じゃダメですか。じゃあ今度は皆さんで、いけないんですよ。慌てるばかり。じゃあ3段目の例の4拍目。ちょっと難しい2つ目のあの高さ。ね。普通は1オクターブ上であーと歌えばいいんですよ。その下の音を歌う。この二つ目のあの音程大丈夫でしょうか。半音上がってまた下がる。鏡の中に、さてさてまた鏡の中に、そう、中の顔、
音符2つ分つないでいって2の音が反拍をくれる。中に中に鏡さん、はい、鏡の中に咲く花に。さあさあ、さの音もすくってください。にの次にさあさあさあ、難しいんですけども、一音下からのすくい。さく、そしてまたすくい。はぁ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 、これも一音下からです。さく花にに、ちょうど右上にあーあーとやりました。同じですね。ね、もうこのに、先ほどのあー、一気に上げないで、一気に上げないで、一つ下の音から。咲く花に、このように歌ってください。はい、いいでしょうか。はい、それでは、その上の段、あーに戻りましょうか。あーに戻ってね、こんな感じ。ワンツースリー、あー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 、鏡の中に咲く花に、恋しているようなそんな気がして、たまれずに打ち明けた夜でした。はい、ちょっとこの部分ね、長いんですけども、はい、恋してね。恋しているよ女ね、拳がちょこちょこっとね。恋しているような。そしてその次。そんな気がして ような。その次ちょっと下がって、そんな気がして、ちょっと意外な音なんですよ。非常にね、不安定。はい、ではちょっと戻って、恋して3、はい、恋しているようなそんな気がして、いたたまれずに打ち明けた夜でした。はい、いたたまれずに打ち明けた、いたたまれずに打ち明けた。出てきましたよ。またこれは気を使ってしまいますよね。あーけーのけーとたーが一緒、けたー、最後でもう半音上がる。難しいですよね。では、三つ数えます。ワン、ツー、スリー。いたたまれず。
夜でした。一泊休むというのはここだけですね。初めて出てきました。これもね、しっかり休んでください。夜でした。遅れ拳、引っ掛けです。はい、それじゃあ、戻りましょう。恋して、ゆっくりです。まだゆっくりです。3。はい。恋しているような、そんな気がして、いたたまれずに打ち明けた夜でした。じゃあ、テンポ上げて、三段目の、その前、三段目の頭から行きましょう。ワン、ツー、鏡の中に咲く花に恋しているような、そんな気がしていたたまれずに打ち明けた夜でした。今度は皆さんでね、同じように3段目の頭から。早いと思うんですよ。これが大変だわ。それではね、2番が終わった後、感想1小節。もうあっという間ですね。こういう感じ。恋でした。と参りますからね。さあ、それじゃあ1番だけメロディで弾きますが、ちゃんと弾けますかね。はい、参りましょう。Thank you.
こんな伴奏でなんとか皆さんのねセンスの良さでカバーなさってください。そして最後は例によりましてキーなんですけども、女性の皆さんはノーマルからマイナス1、万一はマイナス2もありかなと、下にねまだ余裕があるとギリギリねいけます。男性の皆さんはプラス5、逆にマイナス6とかマイナス5とかいう手もあるんですが、これちょっとね男性の皆さんご自分で、はい、喉の調子を整えてください。はい、今日もお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。またお会いしましょう。